るの？千代子さん。はい。犬について学ぼうと。え？飼いたいってこと？種類とかは？いえ、これから勉強いたします。あ、そっか、今度みんなでお散歩に行くもんね。はい。本日は犬の本を買いに、お写真などを見て少しでも理解できれば良いのですが。あ、そうだ、これ読み終わったんだけど、ちょうど今月号でペット特集してたよ。よかったら見てみる？良いのでしょうか？うん、もちろんだよ。ベンチでゆっくり見よっか。はい。リンゼは嬉しく思います。あ、でもその前にチョコだけ買わせて。チョコですか？つい最近新作が出たんだ。あそこのお店でしか売ってなくて。はい。実は今日はそれ目当てでここに来たんだ。リンゼちゃんにもお裾分けするね。食べながら一緒に雑誌見よう。それはありがとうございます。どういたしまして。わあ、このふわふわで大きいのがゴールデンレトリバーだよ。はい。こっちが柴犬。写真で見た豆丸とはちょっと色が違うけど。犬といってもたくさんの種類があるのですね。そうだね。このちっちゃい犬かわいい。はい。ああ、猫もかわいいな。リンゼちゃんって猫飼ってそうなイメージだよね。そうなのでしょうか。だって和服に猫って絵になると思わない？それとみかんも。みかん、はい。リンゼちゃんはどういうのが好き？小さいの？大きいの？みかんがでしょうか。違うよ、犬のことだよ。好きな犬の大きさはどっちかなって。どちらも嫌いではないと思います。大きいのも小さいのも。そっか。そうだ、リーゼちゃん、よかったらその雑誌もらって。よろしいのですか？うん、私も読んで楽しかったから。好きなのが見つかったらまた教えてね。はい。お心遣い感謝いたします。じゃあ私はそろそろレッスンの時間だから。リンゼはもう少しこちらで。うん、また後でね。バイバーイ。はい、後ほど。リンゼちゃん、また今度お菓子一緒に食べようね。はい。チョコに雑誌たくさんもらってしまいました。